おー、早い、あれ？はい、皆さんどうもこんにちは、ワッフーです。今回はノコギリクワガタの飼育法についてやっていきます。いつもご視聴いただきありがとうございます。コメントだったり、高評価だったりね、押してくださってる方も本当にありがとうございます。本当に励みになっております。これからもですね、動画を上げていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、でね、ここにいるんですけど、ちょっとね、出します。こちらのクワガタですね、奄美ノコギリクワガタって言いますね。結構ね、広く分布していて、まあ、日本産のクワガタになるんですけど、こういったシルエットになります。あんまりね、ちょっと大型ではないんですけど、大型化すると、もうちょっとこの顎の部分がですね、こう湾曲するっていうね、特徴があります。まあ、でもね、自然界でこんくらいの大きさ見れたら、まあでかいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、メスはこういう感じですね。まあ、ちょっと特徴的な模様、上肢にありますよね。で、飼育方法についてなんですけども、奄美ノコギリクワガタのそもそもの寿命についてなんですが、活動後はですね、まあ、大体3から6ヶ月程度というふうに言われております。で、この奄美ノコギリクワガタは、去年のね、冬あたりに羽化して、ちょっとね、冬の期間は、じっと動かずに、まあ、冬眠みたいな形で、あんまりね、活動的にはなってなかったんですけども、まあ、6月入ってあたりから、急にね、活動するようになって、ゼリーを消費するようになりました。それまではですね、こういった感じで、結構ですね、マットを深めに入れて、上に濡れたティッシュをですね、かぶせて、まあ、潜って生活できるような、まあ、そういったケースを作って、その中でね、飼育するようにしていました。これやってると、まあ、途中でね、星になってしまうってことも少ないので、このやり方は結構おすすめですね。活動期になると、こうやってね、ティッシュをぐしゃぐしゃにして、あ、動き出したなっていうのが人間の目でもわかるようになっているので、こういったね、やり方をおすすめします。ノコギリクワガタ、これですね、日本の気候で8月の終わりとかにね、羽化してしまって、まあ、あんまりちょっと出番がないとかいう風になって羽化してしまう個体もいるんですけども、そういった個体は、まあ、先ほども言ったように、冬はね、じっと動かずにエネルギー消費量を少なくして、冬をね、乗り越えるっていう方法を取るので、まあ、そういったね、個体は1年近くですね、羽化してから考えると、1年以上かな、生きるということになります。日本でね、生息している他のオオクワガタとか、コクワガタなんかに比べると、寿命は圧倒的にね、短いです。オオクワガタとかですね、まあ、長いと4年とか、まあ、なんか記録によると7年近く生きた個体もいるみたいなので、まあ、それはすごいですよね。で、コクワガタもまあ2年ぐらい生きる。まあ、もうちょっと生きるかな、っていう感じなんで、そういったクワガタたちに比べると、まあ、とてもね、寿命は短いかなというふうに思います。でね、ウワッフはこの寿命の短さは、気が荒いんですよね、このクワガタ。そっから来てるんじゃないかなっていうふうに、まあ、真面目に思っていて、以前ね、そういうふうに考えた動画がありますので、興味がある方はぜひ概要欄に貼ってありますので、見てみてください。はい。で、飼育している温度なんですけども、現在、我が家では、まあ、22から24度ぐらいの間で飼育をするようにしています。実際にですね、クワガタがいるね、木とかに見に行くと、だいたい20度とか朝方、もしくは夕方に活発に動き出している、そういった様子が見られるので、はい、まあ、だいたい20度から25度以内の間で飼育してあげるっていうのがベストかなと。というふうに思います。でですね、まあ、飼育難易度としては簡単な方かなというふうに考えていて、結構ね、クワガタの種類によっては低温で飼育しないといけなかったり、まあ、そういったね、外国産クワガタとかがいるんですけども、そもそも何がいいかっていうと、まあ、国産種なんでね、ある程度家の中でも、この子たちの生活している、まあ、自然環境に近い温度っていうのは再現可能なので、まあ、そこはですね、外国産クワガタと比較して、飼育しやすいかなと思います。おー、ちょっと待って、どこ行く？でですね、まあ、自然界で、こう、ノコギリクワガタをですね、捕まえようって思うと、まあ、結構大型の個体を捕まえるのはね、ウワッフ結構苦労してますね。はい、というか、捕まえられたことはありません。
こうハサミムシのような小さいノコギリクワガタっていうのは捕まえたことあるんですけど、こういうね立派なクワガタはあんまりないですね。まあ、いるところにはいるんでしょうけど、あのウワフはですねまだ自然界ではこういうの見たことないんで、いずれね捕まえてみたいなというふうに思ってます。でですね、最近ワフクワガタ採集に行って、まあ、それも動画に上げてるんですけど、そこでですね最近ちょっとまた見に行ったら、ちょっとですね木の皮がめくられてたんですよね。うわー、これ誰かちょっとやっちゃったんだなというふうに思ったんですけど、まあ、確かにねそこの木の皮のね裏側にクワガタがいっぱいいるスポットだったんで、まあ、ちょっとね撮りたくなっちゃう気持ちもまあわからなくもないですけど、やっぱちょっとねああっていう気持ちになりました。やっぱりねそういう風に木の皮とか剥がしちゃったりすると、まあ、クワガタがですね隠れる場所とかなくなっちゃうんですよね。うん、でそれで、まあ、クワガタがもしねそこから離れていってしまうと、まあ、そこのね木で来年またクワガタが見れるかどうかっていうのはわからないので、まあ、ちょっとねウワフ的にはどうなのかなっていう風に思うんですけど、はい、まあ、そんな感じで現状ね最終行っても最近はあんまり取れないという風になっています。自然界で結構大型の個体を見ることができたら、それってすごいラッキーなことなんですよね。というのもこう人工的にこの個体はですね発光マットで育ってたんで、その割には小さいですけど、まあ、自然界で言ったらまあまあの大きさだと思うんですけどね、人工的というかね人の手で育てるとやっぱりある程度の大きさにはなるんですけど、自然界ってやっぱりね、栄養が高い餌っていうのがどこにでもあるっていうわけではないので、その栄養がいい餌を幼虫児に食べれていたっていうことと、あと遺伝っていうのもあってね、もし大きい個体を見つけたら、まあ、それは結構運がいいことっていうふうにね捉えてもらえると、よりねクワガタ飼育楽しめるかなというふうに思います。この個体めっちゃ足速いんですよ。ちょっと速いなお前。これ枝だからいいんですけど、お子さんとかねクワガタかっこいいからっつってこう指に乗せちゃったりすると、見えますかねこれ、皮むけちゃうんで、はい、気をつけてください。皆さんですねこういう風にやると大きいクワガタ取れるよとかいうね経験とかありましたら、ぜひねコメント欄で教えていただければ、ウワフ嬉しいなという風に思っておりますので、よろしくお願いいたします。で飼育ケースをねちょっとねリセットするんですけど、まあ、こんくらいの、まあね、こんくらいでも全然問題ないんですよね。マットの量は。まあ、なんですけど、ちょっとこんくらいで今日はやっていきます。こういうね、食べかけはもうちょっと外しますね。結構食べてますね、もう。こういうティッシュ、ちょっとね、乾いてきてるんで、まあ、マットの加湿も込みで、やっていきます。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、今表面だけなんですけど加湿が終わったらノコギリクワガタたちをね、入れます。はい、メスもね入れていきます。よし。あ、そうだね、注意点としてこれあんまりマットを入れると、入れすぎるとこれ 今ねちょっと出ようとしたんですけど、まあ、もしかしたら力が強いクワガタとかだとここ、じ開けちゃう可能性があるんで、あんまりそうですね、入れすぎない方がいいかもしれないですね。で、こういう感じでやったら、まあ、ゼリースプリッターで切った、まあ、今ね、僕はプロゼリーあげてますね。こういう感じで、まあ、メスには今あるんでいいかなっていう感じですね。これで、まあ、先ほど言ったね、20度から25度ぐらいの部屋に置いておけば、3から6ヶ月程度はね、普通に生きてくれますので、はい、今ね、ノコギリクワガタ取ってきたよとか、飼育しているという方はぜひやってみてください。で、このペアリング動画どういう風にペアリング組めばいいのかっていうのは他の動画で上げていきたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、今回はこの辺で動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。